滑り止めがいい仕事しとるもんね。多分こうなったらもう罪よねこれね。そろそろ見られたいところではあるのかな。設定はどんどん救われんなこれ。多分奥狙っても滑り止めで動かんので、それしか考えられん。聞くわけないわな。ああ、なんかいろいろと集中力がなくなるね。そうそう決めると。うほ、何これ。なんかちょっと完全に変なとこに来た人。反省会です。軽くラブライフのラブライフかなのプレミアムを、まあ、この台で撮ってるわけなんで、あの箱は結構大きさ似てますよね。まあ細長い感じで、だからあの撮れないことはないと思うんですけど、いや多分あのちょっと斜めにしてちょっとずつ前に寄せて落とす感じで多分いいんじゃないかとは思うんですけど、ちょっと取り方が毎日やっぱりここの手前の滑り止めがあの効いてる感じですね。はい、なんか動きそうでぬるぬるっとこう戻されるような、まあ、そんな感じの設定ですね。一応5以下の SQ のフォームなんですけど、それもこの
回でやろうかなと思ってましたけど、ちょっとこうなると微妙ですね。あの当日入荷されるのがここだけなんで、近所ではここでやりたいなとも思ってたんですけど、これちょっとニャルコのリベンジでこの感じではあの小裏をするっていうのもちょっときついかなという、まあ、あのアシストはしてくれるんで取れないっていうことはないんですけど、もうちょっと、まあ、自分もちょっと途中取れそうなところでミスったりしたのもあったんで、再戦するかどうかっていうのはちょっとね、再戦じゃなくて再あのもう一回やるの再戦じゃなくてお再戦の方の再戦になっちゃってますからね。まあちょっと微妙なところです。ということで、あの長々とご視聴ありがとうございました。それでは。